はい、ゾウエンパートナーズの森です。今回ですね、ちょっと息子たちとね、公園にね、家の近くの公園に来てるんですけれども、ちょっとね、面白い木を見つけたんで撮影しているというような感じですね。この木なんですけれども、ですね、かなりね、こんな感じで、幹がね、ぐにゃーっとこう曲がってるんですよ。で、これなんでこういう風になってるかっていうお話をしますね。これね、単純にね、日が当たってないんで、こう上にね、いっぱい木があるんですよ、こんな感じで。なんで、日が当たってないんでね、単純にこういう風になってるっていう感じですね。ちなみにですね、近くにもですね、こんな感じで曲がってる木があるんですけれども、それはですね、多分、この日が当たってないプラス、風がですね、結構ここ通るんですよ。今もね、風が通ってると思うんですけれども、こんな感じのね、風が来るとですね、木もね、結構傾いちゃったりするんですよ。たまにね、街路樹とかでね、見たことある人いるかもしれないんですけれども、まあ結構ね、風の影響を受けて木がね、こう避けて、伸びるというような感じの時ありますね。これね、根っこはね、どうなってるのかっていうのをね、結構毎回こういうのを見るたんびに思いますね。多分ね、こっちにね、体重かかってますんで、単純に根っこはこっちについてるっていうよりは、こっちに根っこがついてて突っ張ってるんじゃないかなっていう感じですね。まあでも、ケースにもよるんですけどね、こっちに回ってこっちに回ってっていう感じもね、考えられるかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、面白いんで、撮ってるというような感じですね。ここね、多分枝あったと思うんですけれども、もう枯れちゃってね、多分切っちゃったんじゃないかなって感じですね。こことかもね、多分枯れちゃってるんですけど、単純にね、日が当たってないんで枯れちゃったんじゃないかなっていうような感じですね。ちょっともう一個の方見てみましょうか。はい、この木ですね、かなりね、これも傾いてるんですよね。こっちにこういう風にかなり寝てるというような感じの木になりますね。結構ね、こうぐーっとこっちにね、枝もね、こういう風になっちゃってるんでね、結構面白い木なんですけどね。後ろの木もね、これもそうですかね。これもそうですね、これもそうです。こんな感じでね、結構公園にある木とかもね、傾いちゃったりとかってするときありますんでね。まあ風がね、この木の場合は多分来てるんでっていう感じですかね。真上にね、木ここないんですよ、こんな感じで。真上にはないんで、多分風が吹いてて、こっちにね、風が吹いててこっちに倒れちゃってるというような感じですかね。まあこれ桜かな、多分桜かなんかだと思いますね。こっちのね、サルスベリーもあるんですけど、これもね、結構影響を受けちゃってるようにも見えるかなという伸び方をね、してますね。こんな感じなんですけどね。こんな感じですね。公園とかもね、結構こういう風に見るとね、結構面白いんじゃないかなと思いますね。あとこれですね。この根っこの幹の、この周りのね、このサークルみたいなやつとかも、最初のね、段階でこう、ある程度ね、やってあげないとですね、ちょっとできなくなっちゃったりとかっていうこともあるんで、多分、苗木の時に植えた段階で、このサークル、これですよね。これ。これは植えたんじゃないかなと。でもこの結局ね、ここ見ればわかるんですけど、だんだんね、根っこが出てきてるんですよ。これ何年かするともうボコってなってきちゃって、これとかもね、全部剥がれちゃうというような感じになりますね。あとですね、ここちょっと植え込みがこうあるんですけど、こういうね、これネズミ餅なんですけど、多分ネズミ餅だと思うんですけど、こういうね、植え込みの中から出てくる系の木結構強かったりするんですよ。ですんで、まあ、もしね、家に植え込みあるよ。でも、木出てきちゃったよっていうようなことであれば、多分、早めにね、対処しておかないと、えらいことになるんですよ。こっちがね、すごいことになっちゃってて、植え込みがこうあるんですけど、もう全部笹みたいなね、全部出てきちゃうんですよね。こんな感じでね、結構ね、出てきちゃうんですよ。ですので、もう気をつけてね、やっておかなければいけないんじゃないかなというような感じですね。で、ここ公園なんでね、蚊がすごいですね、やっぱりね。公園蚊がすごいです。消毒もね、あんまりしないみたいなんでね、しょうがないかなとは思うんですけどね。まあ、ちょっとだけでもね、消毒しといてくれた方が、公園使う人たちはね、助かるのかなとか思いつつね、いますけれどもね。で、こことかだと、この上にね、大きめの木があるところとかだと、このね、青木とかは比較的ね、日があんまり当たらなくても育つというような木が、これ多分ね、勝手に出てきたんじゃないかなっていうような感じですね。先ほどのね、このサークルがですね、これもあるんですけど、これね、こんな感じで、面白いですね、これね。これやった後にですね、これ、やった後にですね、その上からこう根っこがかぶさってきちゃってると、かなり年数経ってるんじゃないかなって思いますね、こんな風になるのですね。こんな感じでね、なってますね。珍しいですね。あまり見れないんでね、面白いなって思いますけどね。どっかしらの根がね、こんな感じで出てきてるっていうのもありますね。はい。
そういう感じでね、今日はちょっと家の近くの公園で遊んでいるというような感じになります。こんな感じでね、公園の木とかもね、結構見ると面白い時もありますんでね、まあね、息子さんだったりとかと遊ぶ時は木をね、そんな感じで見ても面白いのかなと思いますね。という感じでですね、今日はお送りしたんですけれども、いつもね、いつもはですね、役立つ情報を発信してますんでね、蚊に刺されましたね。蚊にね、刺され慣れてるとですね、結構刺された瞬間に分かるんですよね。長年ね、顔を気にして働いてるとですね、そういうのも強くなってきますね。という感じでですね、いつもはですね、造園業植木屋さん、庭師さんとか、まあ、庭木の話している時もありますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、いつもグッドボタンいただきましてありがとうございますね。今回も良ければグッドボタンいただけたらなと思っております。ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。